イノキ帝国のイノキの丸です。ちょっとなんかやりにくいな。なんかさ、視聴者とも気まずいんだよな。ちょっと久しぶりだから。そうそう、久しぶりだからね。まあということで、お久しぶりです。イノキです。本日はね、大人気とまではいかないまでもやや人気の会議室系のね、この企画、これのね続きをやっていこうと思います。こちら、早稲田から UCL へ世界8位への奇跡ということでね、僕がいかにして世界8位という栄光を手にするに至ったのか解説していこうかなと思っております。リスナーの皆さん、ヨノキ帝国の大森です。よろしくお願いします。ヨノキ帝国の山本です。チッスなんかチャラくなったね。まあこの動画はどうやって UCL に受かったかっていうハウツーの動画じゃないよ。別にそれみんなあんま興味ないっしょ。そうだね。どう、何勉強したのかとか、そうじゃなく、僕が世界8位の栄光をつかむに至るまでのアメリカでどうやって暮らし、何を思ってどういう人生歩んできたのかと、そこをね、まあ、皆さんに見せていこうかなと思います。よろしくお願いします。まずはね、早稲田を辞めたところから話していこうかなと思います。はい、いきなり早稲田辞めるんですか？前回の動画でこうして僕は早稲田を辞めることになったと、海外に行こうと決断したというところまで話したと。であるならば今回は15歳さらば国分寺と、因縁の国分寺の地に15歳でも別れを告げます。はい、みんなと他元を分かち、一人アメリカの地に飛び立つというわけでございます。ここまではまあ皆さん OK ですか？はい、 OK です。はいはいはい、ということでこちらアットマーク16歳 Hello America Hello America Yeah America アメリカ1年目ということでね、ニューヨークの高校に行きました僕は。その時の僕はですね、英語1ミリもできないと、 TOEFL っていうね、みんな受けるテストなんですけど、まあ、それでリーディング0点を取って、30点満点中0点やばいねそれ。しかも4択なのに0点、やば想像できます？全く言語が通じないわけのわからないやつばっかりいる国で16歳突然行くと、もう何もできないでしょ。マジ何もできない。しかもアメリカででかいでしょ。でかいよ、怖いよね。僕なんてさ、本当にちっちゃいからさ、視界に入ってないよねあいつら。まあ16歳一番大変だったのはやっぱりこちら、英語だよね。この時はまあ軽井沢みたいなところにいたんだよね。だ結構育ちいい子が多くて、ゴリゴリ来るなこのヒゲ面がって感じじゃなかったから、呂布カルマになることなく、テラスハウスみたいな、まあ、そう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 、テラスハウスのなんかウェイみたいな、俺大好きなの詰め合わせやねラップとテラスハウスねっていう感じになったから、僕は結構安心して過ごすことができた。でまあここですよ、僕がアメリカで一番驚いたことが起きたのは、何か分かります？アロンソアロンソ、そうだね。この時にめっちゃ仲良くしてくれたの。ヘイランダルサッカー行こうぜみたいな、めっちゃゆっくり教えてくれる。なんで He is なのに You are みたいなことを聞くと、これはそういうもんだ覚えろ時には厳しいことも言ってくれて、いいやつだ。まあアロンソではない、びっくりしたことはね。びっくりしたことはアロンソよりも大物がいたんや。え、ああ選んだっけ、あの人ハリウッドスターでしょ。そうがいたんだよ。どこに？保護者席に。そう、ヒュージャックマンがいらっしゃったと。で、ヒュージャックマン誰か分かんないですよね。分かんないです。僕も分かんなかった。あのグレイテストショーマンの人で、へぇ、アイアンマン系あるやん、あれの主役張る人、保護者会で隣の隣に座ってたっていう。吉沢亮ぐらいってこと？いや、なんだっけ、ドライブ・マイ・カーの人、西田、西島秀俊ぐらい、アメリカン西島秀俊みたいな人がいたいんで、はいはいはい、それがアメリカ1年目のハイライトだよね。それ以外特にいいことはない。まあなんでそれ以外楽しいことがないかっていうと、永遠に勉強してた。勉強無限列車編だったからマジ楽しいことがなかったわけ。それじゃあどうやって英語勉強したのかって言ったらですね、こちらパワーです。パワー？パワーです。片っ端から勉強したの？そういうこと。考えるより先に手を動かせっていう勉強のお手本みたいな感じでひたすら勉強したと。でこの時まあね、クラスが3つあったんですよね。 ESL ってクラスがあります。これ結構ね大事です。何の役だと思う？英語すごくラウンド、速度的には素晴らしかった。速度的に、イングリッシュセカンドランゲージ、まあイングリッシュアーズセカンドランゲージかな、まあ要は英語が2カ国目の人用のクラスっていうこと、でこのクラスの一番下にぶち込みます。普通の勉強してる日本人が中学生行ったら ESL のどこに入るんですか？ ESL 1,2,3 ってあります、はい、1が一番高い、3が一番低い、まあ3だろうね。あ、そうなの？まあ3だろうね。うん、まあ多分高1の大森だったらまあ2と3の間ぐらい。3だね。多分3だろうね。うん、先生が何言ってるか誰も分かってないみたいなのが ESL 3っていうからさ、僕はそこの一番できない謎の日本人として降臨したわけそこにで、そのクラスは中国人が5人、ジャパニーズが1人、つまり中国人5、僕1の中で戦いが始まるというわけでございます。
やったね。で、これがね、また大変で、中国人語に中国語しか喋らないんだ。で、しかも ESL3 に来た子なんて、基本的にやる気ないけど親が金持ちすぎて、一回海外にぶち込まれたっていう子だから、まあ、そんな中僕は、カスが見せてやるぜと思いながら1日16時間勉強を観光すると。もうすげえな。そう、16、死ぬと思ったからやらないとね。だから勉強できたんだ。そう、自分を追い詰めるっていう作戦、まあこれも親が課金してくれたおかげなんだけども、1年目死ぬほど英語を勉強すると。で、ここでね、僕結構快挙を成し遂げます。 ESL3 つあるって言いましたよね。 OK、 ここです。1年で上がるよってやつです。だから1年目が3、2年目が2、最後1。アメリカ国語4年あるから、一番最初学年でアメリカ人と一緒の授業、これにたどり着くとっていうシステムなんですけども、こちらね、1年で飛び級をしてここまでたどり着きます。おい、来た。これかっこいい。さあ、これかっこいいね。ユロキがカリスマたるゆえんをここで見せると。1位取れなくて悔しくて泣いたことある。めっちゃ嫌いなブラジル人に負けて、ファビアンスキーみたいなやつがいたい、ダンディーな16歳がいたんだけど、 ESL1 に君臨してたんよ。余裕あるから全然勉強してないの。3学期1に上がって全然レベル違う。まず世界違うんよ。1部リーグ、2部リーグ、3部リーグみたいな感じだから、鹿島アントラーズみたいなやつがブラジル人だったよ。ルーカスって言うんだよ。ルーカスに3学期の中間テストがあったんだけど、英語負けて、まあまあまあって顔されて、くっそ許さんと思って僕は風呂でちょっと泣いたね。まあそれぐらいプライド持ってね、勉強していたと。当時も僕らはさ、 LINE とかしてたよね。毎日 LINE してたよ。毎日 LINE してたね。違う違う、俺ら2人じゃないからね、 LINE してたのは。3人のグループで、もう1人が、そうそうそう、よかったよかった。そうそうそう、変な感じになるから。で、そう12時間ぐらいでさ、僕が寝るときちょっと授業中みたいな感じだから、うん、朝起きたら2人が LINE してる形跡が残ってて、バスの中とかで、うん、読みながら、なんかきついって。いや、きついってない。あんまバカにしないのもいいか。見てたんでしょ、二人がトークしてるの。平和だなぁ。俺も早く会いていなぁって言ってたよ。まあ、LINE をして心をね、つなぎながら、こう、ステップアップし、無事一部リーグに移籍と。そして、1年の3学期で一部リーグを制覇すると。まあ、レスターシティだったわけよね。なるほどね。圧倒的ビハインドがありながら、ここを制すると。ということで、まあ、アメリカ1年目は、それで終わりと。はい。ということになります。ということで、続いて、アットマーク17歳、アメリカ2年目。これに突入したと思います。イェーイ。まず、2年目の大きな出来事としてはね、僕、移籍を果たします。遺跡？レスターだって言いましたよね、さっき。はいはい、イングランドプレミアリーグにいたと。それが、ラリーガに移籍する。そういうのも。でも、転校します。17歳でね。ニューヨーク州にいましたね、1年目。NJ に移籍します。ニュージャージーや。あー、ニュージャージー。そうです。このヒュージャックマンがいたニューヨークから、ニュージャージーに移籍すると。じゃあ、これ聞いて思わない？浮かび上がる疑問。なんで？そう、移籍するの。スポーツ選手も理由があって移籍するよ。そうそうそう、うん、その環境が合わないとか、もっと年俸が欲しいとか、うん、で僕はなんで移籍したのか、うん、こちら、ラーン。ラーン、ラーン、ラーン。山瀬君、これラーンとは。やべ、わかんねえ。ラーンって、ラーンだってよ。待てよ、ラーン学びに行った。うーん、ラーン、そうだ。ここから、ここから。まあ僕も伸びたからね。そうだね。君も伸びる。絶対いけるから。大丈夫。ステップアップで移籍ってことか。そういうこと。1年目の学校で上がったじゃないですか。うん、一番上まで。で、一番上のルーカスも倒したと。アメリカ人たちがいるクラスに来年から上がろうってなってたよね。でもここで事件が起きて、アロンソが辞めるかも。俺の唯一の親友の。アロンソがいなくなったらもう、ね。そう、アロンソがいないとやってらんないわけ。もう一人仲良かったラミーロっていう、僕ルームメイト。ラミーロも辞めるっていう。ラミーロね。そう。なんならキャティも辞めるって言ってた。キャティ、キャティ。僕がちょうど制覇したぐらいにその話が出てくるわけ。確かにここにいるメリットないなと思って。学校の進学実績とかもあんま良くない。IB リーグ出ないね。G マーチがトップみたいな大学だった。マーチか。って思っちゃったわけよ。バスナ辞めた意味あんのかなっていう。留学行きました。聞いたことない無名大学行きます。何ができんのって言うとかなり疑問だと思って、確かに辞めるべきかもと思ったわけよ。そこでで電話して、ちょごめん辞めたいって。で家族は何言ってんって感じだったんだけど、弾丸で7校ぐらい見て回って、一番気に入ったのが H スクール。転校しようとなるわけですけども、ここで僕の2回目の高校受験が発生すると。転校もちゃんと試験受けなきゃいけないからね。そうか、でこの時に、まあ、必要だったのがコーフルですよ。指定校推薦なんてないからな。でもちなみにこの H スクールはマジでスポーツ強いから、ホッケーできたらマシもあっちゃう。あ、そうなんだ。山下がね、ラーンがわからないと無理かな。さすがにね。ニューヨークの学校に入った時の僕のトフルの点数が25点だったわけ。120点満点中ね、これ全然取ってないね。多分山下が今受けたら30点ぐらい取れる。いや、まあ山下取ったね。山下取ったら25ある。あ、25ある。ラーンがわからない。株落ちたな、ラーンって。もうかなりもう株落ちたよ。
この H スクール何点が必要だったかっていうとですよ、90点必要だったんですね。これねマジで高い。東大とか行くような子たちでも多分取れないと思う。90、かなりヤバいステップアップを1年で果たさなければいけないと。これ結果からいこう。これ90点取れずと。おお、取れないんだよねこの90点。何点取ったかというとですね、72点です。まあ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 、悪くない。72しか取れない、これ普通入れないわけで。学校はギリギリに転校したからもうほぼ締め切ってんだね。ラストの一枠を10人が争ってるというのが学校から言われるんだよ。でもしかしね、ここでまたユノキがカリスマ性を発揮するわけ。おお、カリスマユノキは思うわけ。10分の1か、ちょろいな。おいでも点数で証明できないの。カリスマ証明っていうのは点数以外の何か出しなきゃいけないと。何でするか、情熱でしょ。ファッション戦法ね。そういうことファッション戦法で言った僕は学校に2回訪れると。アポあり、アポあり。さすがにノーマップで突すると、え、アポあんのって言われちゃう。どもどもじゃないからでこのトゥービジットすると、なぜ来たってなったわけ。2回目行った時、これ1個豆知識なんだけど、アメリカの特色として生徒が下っていう感じがない、あんまり。入れてくださいではなく、会うと思うんだよねみたいな、そういう感じのスタンスとして結構対等なんだよ。あくまで受かってる前提みたいな。あ、そうそう、受かる前提で当然来るけど理解したいみたいな感じで行くわけで、学校長が38ぐらいのすっげー行事で「ヘイ!」ぐらいで来るのね。で僕は「おい」熱意を伝えると。で加えて論文みたいなのを提出して、絶対にここに行きたい、なんで行きたいかっていうと、これとこれとこれみたいなプレゼンみたいなやつを提出したわけで、その結果として猪木カリスマ証明と、10分の1を勝ち残ると。素晴らしい、すごいかっこいいよ。そう、今んとこね、僕早稲田から羽ばたいてんだよ。確実に UCL に負けてね。そして始まります、 H スクールでの生活と。ワックワクしながら入ります。しかしですよ、ここからの僕のアメリカでの生活はね、暗転します。何があったんだ、どうしてしまったんだと。カリスマノーフレンズ、ノーフレンズ、ノーフレンズ。このお友達大好きなウサギさんとして有名な僕がよ。何やマスター、ずっと言ってるよウサギさんって。それちょっと疑問だけど、え、だってどう見てもウサギさん出るな。どう思う、ちょっと気持ち悪いそっちかそっちかで、これいなかった要因はいろいろあるんだけど、ざっくり分けて言うとね、人間性だよね。うん、一つじゃない、黙ってろまず1個目、日本人だろ。で、しかももっと言うとね、ノーアロンソ、ノーアロンソ、ノーアロンソなんだよ。どこ行ったんだアロンソ。アロンソメキシコに帰ってしまったわけ、で、しかも同学年の転校生が2人、1校でも100人ぐらいいたんだよ、入ってくる人が。でもなぜかうちの学年の時は2人しかいなくて、ケビンっていう中国人なんだけど、もう人名前も覚えてないやつと僕しかいなくて、転入生いらっしゃい会みたいな、あの転入生だけの会みたいなテーブル分けされるのね。9年生から12年生まであって、僕は10年生で転校したの。日本でいう高2ね。9年生が高1だから9年生しのべに、逆に11年高3もめっちゃいいの。10年生テーブルめっちゃいっぱいあんのに、テーブル3人で囲んで人いねえなみたいな感じで、本当に謎だったんだよ俺が。で、まあさらにラスト1個ね、きつかったことを言いましょう。僕の人生における最大級の災害が訪れる。ケビン、しかしかっこアメリカ人、さっきのケビンじゃないんだよ。このケビンはアメリカ人のガチケビンなんだよ。これね、ルームメイト。あー、いたよな、怪物ね、怪物。この怪物によって僕の人生に厄災がもたらされる。で、ね、闇期に入るから。で、まあじゃあどう怪物なのかと、うん、ケビンのプロフィールをねざっと紹介しておくと、2m5cm だったかな、130キロとかあったかな、アメフトの推薦で入ってきた。だから勉強しない黒人の男性で、うるさいと。ラップが好きで、一生ドレイクとかを大音量で流してます。スピーカーでな、スピーカーで、しかもヘッドフォンをここに下げながらスピーカーで流す僕は言うわけよ、ヘッドフォン使って Please 言うんだけど、 Oh sorry つって使わない僕も対抗手段で当時ヨキキの YouTube とか捨てハゲの粉雪とかを大音量で流して日本を分からせさせた。ケビンは気にしないんだよ、ドレイクには勝てない、ちょっとかもっともういろいろヤバいとこあんの、ね、よ。例えば毎日タンドリーチキンを10本ぐらい食うんだけど、骨とかがその辺に転がってんの、捨てないんだよ。部屋がクソチキン臭いのあとしょっちゅう友達とかお母さんと電話するんだけど、それもやっぱ垂れ流しで喋ってるから、はいもうで、一番ヤバかったのが、こいつアメフト部じゃん、友達来んの部屋、2メートル級の巨人が5体ぐらい「ワッツォー!」って入ってくるの。でここで僕1年目ぶっちゃけ落ちます、成績割と。スポーツがすげえ強くて、ゴリッゴリのウェイウェイアメリカ人ばっかり、早稲田実業みたいな学校に入っちゃったわけよ。国分寺から脱出したのまた国分寺の早稲田みたいなとこに本当に行っちゃったので、この時に僕は思うわけ、ここじゃなかったって思っちゃうわけよ。全然勉強もダメで起きれなく、友達もいないし、きつい生活を強いられていると。これが2年目です。
辛かったね。では続いていきましょう。18歳アメリカ3年目、何が起きたか。ケビン退学か。こちら、イカれるカリスマの目覚め。おお、来た。でも目覚めの方法がね、シャーみたいな目覚めではない。こじらせたサスケ系の、闇落ちするけどめっちゃ強くなるし、サスケ、あっち系だね。僕は要は暁に入るわけ。ここで、おお、全てを諦め勉強のみに集中しよう、そういう生活が始まります。この勉強一筋になるにあたり、猪木の目覚めを促したもの、それは何か。なんだ、そんなものがあるのか。あるんだよ。こちら、ケビンとの別れ。おお、学年変わるじゃん。うん、ルームメイトが変わるんだよ。はい、選べんだよね。同じルームメイトにするか、それとも変えるか。ケビンとどうする話になって、悪いがお前とおさらばだっていうのをケビンにしっかり伝え、ケビンも僕と別れたらさ、頭のおかしいゲイだと思われてたから、僕アメリカでこいつとは一生関わることはない。もうじゃあ次のルームメイト誰だったのか。ブルース来たーフォームチャイナ。ルームメイト何がいいってアンケート配られた時に、ノットケビンって書いてます。なるべくならアジア人、静かめな子って書いてある。そしたらブルースに当たった。ブルースはね、悪いやつじゃなかった。あの、お互い関わらないって感じ、お互い好きに暮らしてくれる。僕割となんか自由があった。ブルースの時は部屋も綺麗だし、僕は勉強する環境は整ってくるわけよ。心を入れ替えると、また1日18時間勉強生活に戻ります。ニューヨークの時はまずは英語の勉強、でもこの時は勉強を英語でする。だから僕の場合は英語を勉強しながら普通の難しい勉強とか論文とか、そういうのもやらなきゃいけない。でこの時のトフルの点数が入った時72だったね、うん、これ学校で一番低くて、その時これが3年目、92になったんだよね。これかなりすごい。でここでね、めちゃめちゃ勉強すると。この時もですね、 ESL があったと。ハイとミドル、そして麦われのロードがあります。で僕は最初麦われをスキップしてミドルにいたんよ。そうすると、まあ、10年生11年生で ESL を卒業して最後12年で上に上がれるよねっていう。で11年生このハイに行きます。 ESL、 まああの NTR 事件とかあったじゃん、うん、NTR によりかなり妨害を受けて精神科にぶち込まれそうになったりするんだけど、いやいやいや、俺はやらなきゃやらなきゃ。むしろメンタル終わってたから勉強を頼りに生きたって。俺の裏垢の過去ツイートを引用すると、うん、勉強っていうのは精神安定剤だからな。そうなんだよな。勉強ってね、自分が成長してるっていう確かな歩みを感じられるとともに、時間も持て余さないし、すごいいいんだよ。まあ、それに17歳18歳でして気づき、ひたすら勉強すると。でもその結果かなり伸びを見せ、次の学年アメリカ人と対等にやり合えるなっていうぐらいだったわけ。ここはね、もう何もなすぎて話すことがない、マジで、俺もあんまりブルースの話を聞いたことないし。だからね、ブルース別にいいやつだったけど、ケビンしか聞いてないからでしょ。あ、1個だけじゃあったわ、最後に。この10年生でかなりケビンのせいで生活が乱れたから、いい生活に戻すのがあんまできてなかったわけ。もう1限とかにも間に合わない、2限にも間に合わないテールがあって、学校裁判っていうのがかけられるんですよ。わけわかんない上級生のでけえ裁判員たちが囲まれてガン詰めされて、僕はって感じでペコペコしといて、次学校長に通される。涙ながらの演説みたいなのをして、本当にやります、やる気はあるんですって。まあだん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 起きれるようになってきて、成績がかなりトップクラスだったと、うん、そこで初めてね、オナーロールっていう、まあ、成績優秀賞みたいなのを1学期2学期通していただくと。それもかなり良くて、英語以外は全部ハイオナーズっていう、そのもうトップ2%とかに送られる賞みたいな。下ネタじゃないかな。ニヤニヤすんだよ。俺してない。まあ、オナーズ。まあ、オナーズじゃないね。アーナーズ。アーナーズ。アナーズ。これ、アナーズだから。うん。アナ？どっちにしろやか。逃げ場ないか。どっちにしろやな。ということで、最終学年に行こうか。19歳、アメリカ4年目。さらばニューです。ここでついにアメリカからの脱出を果たします。でもこれ卒業して脱出したわけじゃないんですよ。19歳だった時何が起きたか覚えてます？はいはい、コロナウイルス。正解だね。こちらアメリカ当時大パニックです。今でも覚えてるんだけど、日本帰れないって言われた。春休み日本に帰ることだけが唯一の生きがいだったのに、渡航禁止になってアメリカに帰れなくなるぞって言われた。春休みもし日本に帰ったら、そうすると授業受けられないじゃん。でも受験どころじゃないし、そしたらクソ響くし、涙を流してアメリカに残るって結論をして、ニューヨークにね、まあ、泊まってたら学校から一斉送信でメール来て、ヤバいから全員帰れって。寮生活じゃん、マジ死人出るから帰れなくなる前に帰れって言われて、速攻日本に帰り、一度も学校に帰らなかった。気持ちいい、気持ちいい、もうね、嬉しかったね、これは。高校4年生になって、さあ9月高校始まりますと、帰れるって言われたんだよ。意外とアメリカ収まってたから、うん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 、帰れるって言われたんだけど、僕はもう断固拒否。もう親にもう本当にお願い、
日本で勉強頑張る行って、オンラインで授業受け始めるわけ。夜10時半から朝の4時半まで授業だった。結構やばい生活してた。でもまあそれでもやっぱ良かったね。日本にいて美味しいご飯食べて、本当にストレスの少ない生活で、まあ、勉強してたと。でまあぶっちゃけこの時はやる気自体はちょっと下がってんだよね、疲れちゃって。それでもですね、アナゴを2つ獲得と。すごいね。安定して高い成績を叩き出していた。で、肝心のトフルの点数、最初25点、ここから72点に上がり、3年目で92点まで上がったと。まだ上がんの？何点になると思う？100取ればトップ大学に行けると言われている。100いっちゃう？100超えちゃう。超えちゃう。120点待ってる。ああ、そっか。108とか。おお、ここも正解だね、これね、カリスマの猪木は109を叩き出す。おお、これはね、すごい。これすごいんだよ、やっぱり。実質満点よ。あんま見たことないですよ。しかも僕、英語勉強したら3年だから。ちょうど丸3年勉強して、最終学年が始まる前の夏休みで109だったよ。これ一緒に、リバティ・イングリッシュアカデミーに行ったんだよね。当時、3回ぐらい98と止まってたんよね。で、一緒にリバティ行って、藤川先生って先生に、大丈夫ですよ。全然来れます。全然行きますよ。って言われて、ほんまかって思って、やってたら、ほんまに行った。いやマジで革命起きたね。あれ革命だった。本当に革命だったね。で、大森も東大入試で120分の90取ってて、マジすごいよ。この109点に後々 UCL 受験の時に本当に助けられるんですよ。なぜかというと UCL の足切りラインが109だったよ。受験していいよってレベルが109だった。そう、109以下だと受け入れないんだよ。その時はまだ知らないのに109点ぴったりとなってくる。これね、運命がここで言ってたわけ。 UCL に行け言ってたんだよね。まあ行かないんだけど。まあこうしてトフルの点数バチコリ取り、 AP ってね、むずいセンター試験みたいなのがあるんだけど、これもしっかりとバチコリ獲得と。日本である程度チルチル暮らしながら僕の高校生活は終わり、オンライン卒業式を迎えると。朝の3時ぐらいに PC 見て、名前呼ばれて僕の写真がボワーン浮かんできて、でみんなに落ちたんだと思われながら拍手されて、無事アメリカを卒業し大学生になるとという予定だったんですけど、 UCL まではまだ道のりがあったんですよね。現役で受からず浪人に突入するわけですよね。それはまたね、どうやったら UCL に受かるのか、何をして世界8位を勝ち取ったのかっていう解説動画、その次回の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。